さあ始まりました、乙武洋忠の情熱教室って。今日はさ、ちょっとニュース見て頭にきちゃったのが小泉進次郎さんの件。いやこれね、ごめんなさい、小泉進次郎さんに頭がきてるわけじゃなくって、それを伝えてるメディアに頭きちゃったんですけど、まあ進次郎さんが、まあ、具合が悪くなったと。で、巣はコロナかと思って検査したけれども陰性だったと。それでもなかなかその異変が収まらなかったので、即検査をしたら、まあ、虫垂炎、まあ、いわゆる盲腸ですよね、虫垂炎だったので、まあ、そのまま即手術をして即入院をして、でまあ、5日後に無事退院できましたという、まあ、それだけのお話なんですけど、これをね、メディアが叩いてるわけですよ。まあ、コロナでみんなが苦しんでる中、即検査、即入院、即手術できて特別扱いすごいですねみたいな。でしかもこう18万円、かかる個室になんか入ったみたいなことも書いてるんですけども、一個一個反論していい？いやまずね、虫垂炎、これほっとけない病気でしょ。その緊急急にやってもらえて上級国民みたいな書き方してるんですけど、いやいや、上級国民じゃなくてもこれはこれで普通に治療されますよ。だからそういう病気だもん。で、そのなんかこうコロナ禍でね、医療体制が逼迫してる中って言ってるけど、本当これ無知で言ってるなと思うのは、そのコロナ対応できる病床、コロナ対応するための医療が逼迫してるのと、その一般のその入院個室が空いてたり、一般の診療、むしろその他の病院結構経営に苦しんでたりするっていう話もあるぐらいなわけですよ。だからそこで別に彼一人が虫垂炎の治療を受けたり入院をすることで、他のそのコロナ患者さんの対応に何かこう支障が来されるわけでは全くないわけですよ。そこを結びつけて、もっと言えば結びついてるかのような印象を与えて記事を書くことのこの愚かさ、いや本当に頭にきたし、入院に関してもあれですよね、別に18万円って書いてあるけど、現役の大臣ですよ。じゃあ彼が何ですか、僕らと同じ一般の6人部屋にいてごらんなさいよ。で SP つく立場ですよ。他の5人は SP が見守る中入院生活を送らなきゃいけないんですか。そっちの方がよっぽど迷惑じゃないですか。でそういう一般の方に迷惑がかからないように自分でそんなにお金出して18万円の個室、まあ、18万円もの豪華個室である必要があるかどうかは別として、でもそうやってお金を自分で出して、ね、他の人に迷惑がかからないようにっていう個室に入院することってむしろ配慮じゃないの。だから本当この辺がね、なんていうの、このさ、コロナ禍でみんなイライラしてるのもわかるよ、まあ、俺もしてると思うよ。でもなんかそうやって分断を煽るような、はい皆さん次のターゲットはこいつですよみたいなやり方あって、まあ、ずっとねコロナ前から続いてきたわけですけど、なんかコロナになってから余計なんかそのそれ叩けって言ってることの理由がむちゃくちゃになってきてる気がするんですよね。少なくとも今回のこの小泉大臣の入院や手術に関しては何ら僕落ち度がないと思うし、叩かれるなんていうかな理由って僕は見つけられなかったんですよ。まあせめてもの救いはそのツイッターとかでね見た時に、いやこの記事何言ってんだと、いやさすがにいろいろね普段のこうポエムには思うところあるけれども、今回の件に関しては進次郎悪くないだろうみたいな意見の方が、まあ、圧倒的に多かったんでちょっと胸をなで下ろしましたけど、届かないけどね胸、いやひどいよメディア、ちゃんとしようよ。もっと叩くべきところ、まあ、別に叩くことが目的じゃないんだよメディアって。もちろんそのいろいろ検証していった結果、これおかしいですよねとか、みんなでこれ批判して変えていきましょうよみたいなね、建設的な批判っていうのが必要な場面、それはあると思いますよ。それはメディアの役割だと思う。だけど今回みたいなね、人の病を捕まえてやれ、こいつをみんなで叩きましょうみたいな分断を煽るようなやり方、僕はやっぱり反対です。皆さんはどう思いますでしょうか。もう皆さんこういう記事に騙されないようにしましょうね。もうメディアがなんか、ね、司令塔のようにこいつターゲットですみたいに
言ってるからといってちゃんとなんかこうスルーできる、スルーできるって僕こうやって YouTube に上げちゃってるわけですけど、ちゃんと何を本当に僕らは叩くべきで何はそうじゃないのかっていうのをメディアの真摯じゃなく一人一人僕らが判断できるようになっていかないといけないな、そんな風に思っています。いやちょっとね、僕も頭にきてたんで多少強い口調になってしまった部分もありますが、皆さんどのようにお考えでしょうか。以上、乙武弘忠でした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。